平野の仕様って実在したんだって知ってたそう、信じられないかもしれないけど、実際に彼を見た人たちがたくさんいるんだ。彼が初めて姿を見せた時、みんなが驚きと興奮で声を上げたっていう話を聞いた。ご尊願を拝見した時、本当にびっくりしたよ。あのカリスマ性、スクリーン越しでも伝わってきたもん。それに、サングラスを外さず一旦履けたって、まるで映画のワンシーンみたいなドラマティックな出来事だよね。 彼の姿に、まるで映画のワンシーンにでも出てきそうな、まばゆい美しさがあったんだ。その時、画面越しでも彼のかっこよさに鳥肌が立ったよ。本当に、この世のものとは思えないくらいの魅力だった。そう、私たちの驚きと興奮は尋常じゃなかった。その動画を見た後、何時間も眠れなかったくらいだ。そんなに感動したのは初めてだったよ。さて、実はこんな経験をした人が他にもいるんだ。 例えば、ある人は彼の美しさに見とれて、まるで天使や妖精が現れたかのように感じたって言ってた。それほどまでに彼の姿は不思議で幻想的なものを感じさせるんだ。でも、それだけじゃない。彼が実在することを確認したという声もあるんだ。本当に彼はこの世に存在しているんだろうかそれが疑問に思われるほどの美しさを持っているということなんだ。でも、もちろん彼の魅力は外見だけに止まらない。 彼のパフォーマンスや人柄にも多くの人が感動している。彼の姿を見て、天使とか、新光輪と表現されるのも納得だ。その一方で、彼の姿を見て、許されて、なんてコメントもあった。確かに、彼の美しさはまるでレーザーのように強烈で、見るものを圧倒するものがある。その輝きに耐えられるかどうか、そんなことを考えさせられる瞬間でもあった。そう、彼の存在はただの一瞬の驚きだけでなく、 多くの感情や思いを呼び起こす。彼の姿を見て、私たちは美しさや感動の深さを改めて感じさせられる。それが彼、平野耀の魅力なのかもしれない。だからこそ、彼のファンは彼の姿に夢中になるし、彼の存在を信じるんだろう。彼の姿を見て、私たちは何を感じるだろうかそれは、彼の美しさに対する感動だけでなく、彼が持つ魅力やパフォーマンスに対する尊敬や感謝の気持ちかもしれない。 そんな彼の姿を見て、私たちは何を思うのかその答えは、きっと彼の美しさと魅力に触れた人々の心に宿るだろう。彼、平野潮の存在は、まるで夢のように美しく、でも確かなものなのかもしれない。では、あなたは彼の姿を見て、何を感じるだろうか彼の美しさに触れて、あなたの心に何が起こるだろうかそれは、きっとあなた自身の心の中にしか見えない景色なのかもしれない。 紫輝くんの光には本当に弱いからサングラスは必需品だよね。でもあのレーザーはちょっと多すぎないかな。許されてるって。こんなにもたくさんのコメント本当に感謝してます。これからも紫輝くんの活躍を応援し続けます。これからも紫輝くんの輝きを楽しみにしています。ありがとう。この感動を共有してくれて本当にありがとう。 これからも、みんなで応援し、会っていこうね。平野仕様の未来に期待して、これからも彼の活躍を見守っていこう。ありがとう、紫輝くん。さて、あなたはどう思いますか平野仕様の実在について、あなたの意見を教えてください。彼の魅力やファンとしての感想、または動画についての感想など、ぜひシェアしてください。